それぞれの役割分担があるというふうにこう思っていて、まあ、親は親の役割があるし、まあ、その親戚、まあ、家族には家族の役割がある、まあ、親っていうか、まあ、その親は親の役割、そして、おじいちゃんおばあちゃんおじいちゃんおばあちゃんの役割があるし、で近所の人にはそれなりにおそらく役割がある、そして市には市の役割がある、そういう役割分担の中で我々子育ての中で足りないところをやっぱ少しずつこう埋めていくということだというふうに思ってますし、でこういったその冬の間ですね、どこでも外で遊べないという状況がずっと続いてたわけですから、今回このキッズパークができて、まあ、室内でですね、のびのびとそれなりにのびのびと遊んでもらえるような施設ができたということは、子育て環境の整備という意味では大きく前進したんじゃないかというように私は評価をさせています。まずはその利用状況を見てですね、そういうことだというふうに思ってますし、まあ、このお母様方とかあるいは子どもたちのこの評判とかそういうのを見ながらですね、考えていくことだというふうに認識しています。まあ、やはりみんなに愛される施設であってほしいということですし、まあ、我々むつ市政はずっと市民共同という形でやらせていただいてますので、施設もまあみんなのものだということで認識してほしいという、そういう思いからですね、公募させていただくということで、まずやっぱりこのハード整備が終わったというだけで、まさにその水源地公園をはじめとしてですね、まあ、これからどうしていくかということの方が大事なんであります。まあ、我々としてはあのエリアは海軍との130年にわたるですね、長い歴史ゾーンとしてこう認識しておりますし、ああいう素晴らしい施設が2つできたということで、むつ市の中でもですね、少し立ち寄れる観光スポットになっていっていただきたいという思いがあります。まあ、それがまず観光交流センターとしての機能の一つだと思いますけれども、それに限らずですね、やっぱり地元の人が多く使う施設であってほしいとこういうことがありますので、式を通じたイベントを実施して、一人でも多くの人にですね、愛される施設、そしていつも、まあ、いつも賑わうというところまではいかないかもしれませんけれども、週末になればですね、人が集うような施設に育てていきたいとこういうことを考えておりますし、まあ、そのためにはやはり市民の皆様の方からもですね、さまざまなご提案をいただきながらやっていくということになっていくんだろうと。これはですね、目標としては年間2万人ということで考えています。今安堵館がある下の国領館っていう資料館がありまして、はい、そこの年間の来館者数1万人ということなんで、はい、まあ、それとの相乗効果でその倍を目指すという意味での2万人ということで、持ってるお客さんの層がこれ富裕層だということがまずあって、でこの、まあ、消費額ベースで見ると、まあ、1人1万円ぐらいは使うと、まあ、お土産とかさまざまなあるというふうなこう試算を、まあ、一般的なそれが試算なんですけれども、試算をしていて、まあ、そうすると、まあ、300人、まあ、500人来ればまあ500万だとこういうことでありますから、まあ、それにさらにまあ経済波及効果というと、また別の要素もこう出てくるとこういうことで、それをしっかりこう考えた上でですね、予算計上してますので、まあ、費用対効果という意味では、まあ、非常にいい事業なんだというふうに思ってます。で今回は、はい、特に初めてと、日本まで初めてということなので、はい、まあ、少し普通よりはですね、いい形で、おもてなしをさせていただくということでの予算、やはり最終的な目標はやっぱり1年に1層でも2層でもですね、来てもらうというふうな形を作りたいということですので、まあ、今回来ていただいて、まあうまくいけば来年もという話になりますし、でまたまあ、そういう意味では別の会社とかそういうところにも、まあ、評判が広がっていくということですから、今回しっかり頑張っていきたいというふうに、まあ、家庭の中でどんな対応をしていたかというと、まずですね、まあ、退院するまで、まあ、妻が退院するまでの間は上の子の面倒を見てたということであります。まあ実際は、まあ、少しちょっと旅行に連れてったりだとか、まあ、そういう対応をしながらですね、妻の退院を待って、で退院の際には、まあ、家の受け入れですから、まあ、そういう意味で、片付けですとか、あるいはその足りないものを買いに行ったりですとか、まあ、そういったことをやりました。で、まあ、戻ってきてからは、まあ、少しは実は体調崩したっていう部分もあって、
積極的にできた部分というのは少なかったんですが、まあ、ただ何て言うんでしょうか、まあ、それも上の子のお世話が中心になりましたけれども、まあ、下の子というか、まあ、新しい子に関してはですね、まあ、重いものを持ってあげるとかそういうぐらいしかちょっとできなかった。でただやっぱり大事なことはこれで終わりじゃなくて日常的に、どうやってこの子育てと向き合っていくかということと、まあ、家庭の中でしっかり役割分担をまず決めてやっていくことだと思いますし、で、まあ、一度決めたからその役割分担を取ってやるということじゃなくてですね、柔軟にですね、できることをコツコツやっていくということが必要なのかなと思います。まあ、ただ今回別に初めての子育て経験ということじゃなくて、まあ、前職の時代上の子生まれた時の方がですね、むしろしっかりやってたなという記憶はありますので、まあ、そういった経験も踏まえながらやっていきたいという、なんか新しいことを作るということじゃ私はないと思うんです。計画は新しいものを作るんですけど、そのなんか新しいものを持ってくるとかそういうことじゃなくて、やっぱり今あるものをどうやってこう強みに、本当の意味でのその強みに変えていくかということだというふうに思ってますので、まあ、具体的に言えばやっぱり食とかそういう部分がですね、この非常に強い分野だと思ってますので、地域産業を中心とした産業のやっぱり活性化というところで差をつけていきたいなというふうに思います。でまた弱い部分としてはやっぱり PR の部分が弱いんだというふうに思います。これはさまざまなところから指摘されているところだと思いますし、青森県自体もそうなんだと思いますけど、そのやっぱり PR していくという部分もしっかり強化をしていって、いい形に仕上げていきたいなというふうに。財源についてはですね、まさにこれからでありますし、で、まあ、様々な部分で、まあ、これから交付税減っていくということが目に見えているわけですから、まずそこの部分の整理をするということで、今日早速会議を開いているというような状況ですので、まあ、しっかりとした対策ができるようにしていきたいというふうに思っています。まあ、少し大雑把に答えさせていただきますと、まあ、歳入歳出というところ両方しっかり考えていかないと財源対策にはならないわけです。まあ、そういう意味では歳入の部分もしっかり検討をさせていただきますし、まあ、そういった中では新たな交付金という話もありますし、まあ、それ以外の話も出てくるのかもしれません。でそれからまあ歳出という部分では、これは本当に必要な事業にこう絞っていくということ、で機構改革の中ではですね、施設経営室ということで管財課の中にファシリティマネジメントをやる部局を作らせていただいています。でそのファシリティマネジメントをとも連動させながらですね、まあ、歳入の絞り込みと、失礼、歳出の絞り込みということも合わせてやって、まあ、その両方なんだというふうに認識を。